はい、小橋です。ミンゴルやっていきます。お、なんか新しいお知らせ来てますね。Your My シリーズカジュアルコレクション見ていきましょう。新しいギアやったり何か出てるみたいですね。プライズセンターで見ていきましょう。確かあれでしたよね、アルバトロスのあの超デカカップのミッションでも出ましたね。こちらカジュアルコレクションボリューム2、じゃん。インパクトが大きいのかな。パワーは270ぐらいまでってことこですかね。 You are my just kid、これの特大はインパクトが100アップ、パワーが20アップ。なるほど。なんだこれ。キラ星。スピンがよくかかるカスタムということでよろしいでしょうかね。450アップ。うん。なぜこれをバックスピン杯の時にやってくれないかみたいな思いがあったりなかったり。あ、1回目でクラブが確定するんだ。ギアいくつあるのかな、チケット。3枚。なるほどね。ウェアは？集中力 C。特大なとコールが70アップでタイミングサークルの動きが遅くなる。そしてホーミングショットが打てるようになる。なるほどなるほど。こちらのチケットを5枚ある。またこちらはいつかやっていきたいと思います。ではトーナメントの方行きましょうかね。さあ、私は一応ランキング詳細というよりはかな、物理的なスコア5アンダーを3回は取っていて、順位は5394位。でもあんまりね、ボーナスポイントが取れていないので、もっと精度を高めてチップイン目指して頑張っていきたいと思います。彦太郎さんがいる。あ、いつも気まないゴルフで深夜ちょくちょくお世話になってる彦太郎さんとたまたま、すごい偶然、しかも撮影しようと思って いたところのタイミングで撮れた。これは嬉しいな。よろしく。さあ、頑張んないと。じゃあ頑張んないと。あれ、いつもここは、私はここは超パワーモードでいっております。ブレを確認したい。あー、確認できない、しづらい画面になっちゃったな。ちょっと右なのか。うわ、セミラフ最悪。マジか。まあ、ここはなんとか 100% と信じて。ってことはだいぶ右だったのかな。ちょっと右にずらしますね。あれ、超パワーが今なかったのか。うわ、ああ、普通のパワーモードで打ったんで失礼しました。仕事疲れでちょっとボケてんのかな。さあ、霊砲で98%。ちょっと強めに打っといてよかったのか、もっと強くが必要か。うわー、微妙な距離。はい、 3.4m 残したところですね。これじゃあボーナスポイントは稼げない。
最初はイーグルでーす。お、さあ、いつもね、彦太郎さんが参加主催されているのかな、深夜の気まないゴルフにいつも参加させてもらって、寝る前に1回ぐらいちょっと参加してるんですけど、まあ、大体お酒が入ってたり眠さでうまく打てず、まだ1回しか勝ったことがないっていう状態ですね。さあ、ここは私は何のスキルも使わずにいつもファーストショットを打ってるんですけど、まあ本当に建物に、セカンドショットは建物に邪魔されない位置ですよね。そこを探して、でなるべく平らなところに行くように、行け、ね、拍手が鳴ってれば OK。 あとはなるべく平らなところに、あ、これならまだ OK。 そう、ちょっとね、左足上がりにはなるんですけど、さっきそういえば右ブレで合ってたのかな、合ってたってことだよね。じゃあ次はもうちょっと右ブレで左にずらし、左足上がりなのでちょっと強めに打ちます。ただ強すぎるとジャストインは失敗。うわ、右ブレ出てない、もしかして。しかも強すぎると左にキックするから、うー、全然だ。ブレ出てなかった。はーい、うわ難しい。8センチ、際どいな。うー、危なぁ。さあ、さすが彦太郎さん、うん、すごくポイントも稼がれていますね。うん、でも彦太郎さん、なんかツイッターの方で月曜日初日からなんかすごい成績出されてるところを見ましたが、アルバトロス、イーグルで最後もイーグルとかだったかな。さあ、ここは残ってる祝砲の2回でね、いきます。ダメだ、ちょっとスマホが重くてジャストインできない。スマホが重いのを言い訳にしていますが、ここね、だいぶ、さあ受けてるからね、うまいこと受けてるんじゃない、流れちゃうんですよね向こう側に。だからバックピンで、ただ弱めでもこんなもんかな。ジャストインした、いけ、お、いいんじゃない、ピンに向かってるよ。ちょっと左にキックしちゃうのかな、当たれ、うー、ほい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 。当たらず、はい、はい、まあね、5アンダーは取れましたが、ボーナスポイントも伸びてないな。お疲れ様です。いや、惜しかったな。落ちたところがピンからあと10センチ、20センチぐらいでしたっけね。
悔しい。さあさあ、もう一回やりたいところではあるんですけど、ちょっとね、大のヤクルトファンではある私、今やってるオープン戦の様子も気になるので、今回の動画はこれで最後にしたいと思い、これで終わりにしたいと思います。そう、今日は今3月5日なんですけど、京セラドームでオリックスと対戦していましてね、去年の開幕投手で、今年は神宮での開幕の先発が濃厚なブキャナンが4回無失点で、抑えてましたね。まあ順調っちゃ順調でしょうね。去年はなんかオープン戦がちょっと打たれて心配だったんですけど、その後修正してね、まあ、2桁勝つことができたので、まあ、このまま神宮開幕は火曜日で、今日が火曜日なので中6日で調整していくというふうに思われますね。終わられたと思われた方、トミーさんが今から打たれたみたいですね。ちょっと2打目の様子も見てみましょうか。そうで、2番手にマグカフ、新外国人が投げたんですけど、まあ、前回ちょっと打たれたのかな、今回も、まあ、ランナーは出したけど、なんか2塁牽制でアウトとか取ったみたいでね、サインプレーもしっかりして、はい、無失点で抑えて、でちょっとハフが打たれちゃったんですよね、1失点。まあまあ、これから調子を整えていただければと思うんですけど、外人ピッチャーをどういう風に起用するか枠があるので、そこがちょっと面白いところではあるんですけど、はい、あ、結局トミーさんはリタイアされたということで、はい、19,280 ポイントの3着でした。ボーナスポイント、順位ボーナスが入っても3着だと2万は乗らず。うわー、ヒコさん26,909、すごいな。はい、こんな感じでした。ではまだまだ、2日目ですからね、やっていきましょう。小橋でした。